森保一監督が率いる日本代表は現地6月6日、北中米ワールドカップのアジア2次予選でミャンマー代表と敵地で対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。2次予選ではここまで4連勝で、すでに最終予選進出を決めている森保ジャパン。ミャンマーとの前回対戦は5対0で圧勝しており、リベンジに燃える相手を返り討ちできるか。 先発11人は以下の通りだ。GK-1 前川ダイヤ、ビッセル神戸。DF-2 菅原幸成、AZ オランダ。三谷口翔吾、アルラーヤンカタール。21伊藤博樹、シツットガルトドイツ。22橋岡大輝ルートンイングランド。MF5 森田秀正、スポルティングポルトガル。柔道安立、フライブルクドイツ。 13中村慶斗、スタッド・ドランス、フランス、15鎌田大地、ラツイタリア、18旗手レオ、セルティック、スコットランド、FW、19小川紘希、NEC、オランダ。試合はヤンゴンのトゥーンナ・スタジアムで開催。日本時間で6日の21時10分にキックオフ予定だ。